アイスバーグスケートパレスアイスバーグスケートパレスはロシア、ソチにある1万2000席の多目的アリーナである。この会場は2014年ソチオリンピックでフィギュアスケートやショートトラックスピードスケートの中心となった。アリーナの建設にはオリンピック用の仮設工事も含め4390万ドルの費用がかかった。1万5000トンの鉄鋼が用いられており、 その構造は環境にも配慮している。地方のフィギュアスケートは2012年10月に開催されたが国際スケート連盟は2012年12月のテストイベントである 2012-2013ISU グランプリファイナルのためにより多くの工事が必要だとした。グランプリファイナルでは競技者はこの会場を気に入っていたが何人かの観客は 上層部の視界を遮る手すりについて批判した。フィギュアスケートからショートトラックにあるいはその逆に変える際に氷の調節に2時間はかかる。オリンピックの後、アリーナはアイススケート用に維持されるか、または自転車競技場に改装される可能性がある。ありがとうございます。